はい、ゆかです。今回はですね、ブログの投稿の時にあるアイキャッチ画像についてね、ちょっとお話をしたいと思います。アイキャッチ画像っていうのはですね、私のブログ見てもらったら分かるんですけど、こんな感じ、こんな感じで表に出てる画像のことですね。こういうアイキャッチ画像、これって必要なのかっていうところなんですけど、これすごい重要です。やっぱりこう記事をパッて見た時に目につくのって画像なんですよね。なので必ずこのアイキャッチ画像っていうのはね、セットしてもらった方がいいです。で、おすすめなのがやっぱりですね、画像の中に文字を入れてあげることですね。これはすごくおすすめですね。やっぱり画像だけっていうよりも、なんか画像の中に文字、これちょっと写真にしているやつが文字があったので、この文字は消したくなかったからですね、入れてないんですけど、やっぱりこういう風に文字があると、ここを読むよりもここの文字の方が先にね、しっかりと目に入るので、やっぱり画像の中には一言何か入れてあげる、興味を引くような一言を何か入れる方が、やっぱりこの記事っていうのはね、読まれやすくなるんじゃないかなと思います。で、私がですね、このアイキャッチ画像を作る方法として携帯アプリで使ってます。もう一番すごい簡単なんですよ。しかもどこでも作れるんでですね、なのでその方法を、携帯の画面を共有しながらお伝えしたいと思います。はい、ではですね、まずは、好きな画像を見つけてください。私がおすすめしているのはここガーリードロップ、ここですね。結構無料でたくさん可愛い画像があるサイトです。ここから、ここからじゃなくてもいいんですけど、なんか好きな画像を探してみてください。長いかな、こんな感じで、まずですね、保存します。そしてこれを、私はですね、このフォトっていうのを使って文字を入れてます。ここのね、カメラマーク真ん中のやつを押すと、こういう感じ、写真撮るアルバムとか出てくるので、写真アルバムを開いて今の写真を選びます。で、完了しますよね。で、この画像の上をタップすると文字を追加が出るので、文字を追加を押します。そして、入れたい文字を入れます。こんな感じで、ここ左寄せとか横書きとかあるので、まあ自由にですね。あとはここにフォントがあるので、フォントはここからですね、変更することもできます。私はいつもこの V 字を使っています。で、完了しますと、こういった感じでですね、文字出てきますので、この文字はこうやって押しながら動かすと動きます。で、ここからですね、今6つ文字、サイズ、フォント、傾き、スタイルって出てるんですけど、これスタイルをしますね。そうするとこの感じになるので、いろいろね、文字のスタイルを変えれます。私が使っているのはストロークを使います、色を選びます。まずそしたらこんな感じで、周り縁ができるので、縁をこう、今日太さがね、幅っていうのが一番下にあるんですけど、ここね、幅をスライドすると太さが変わります。で、あとね、この一番上に色とスタイルってあるんですけど、これのスタイルの方を押しますね。そうするといろんなスタイル選べます。影とかあるんですけど、私のはこの中の感覚をだけを結構変えますね。文字の行間とか上下と行と文字の間とか、こういう感じで変えれるので変えます。私は単純に、あとはサイズ感を変えてあげる。で、これだけですね。こういう感じで、投稿の際に使うアイキャッチ画像っていうのは、私はこういう感じで文字入れをしています。で、文字入れが完了しましたら、この右下のですね、
ボタンを押すとこういう感じで画像保存とかいろいろ出てくるので、ここの画像を保存ですね、押してあげると自分のアルバムに保存されますので、保存してあとはもうパソコンの方に転送していただいたりとかでですね、アイキャッチ画像を設定してみてください。はい、ではですね、今みたいにですね、携帯の画面見てもらったと思うんですけども、アプリを使ってすごく簡単にアイキャッチ画像をですね、文字入れすることができますので、ぜひともですね、これからブログでこの記事投稿する際は必ず文字入りのですね、アイキャッチ画像をセットして、ブログのアクセスアップとか記事がね、結構アクセスアップできるんじゃないかなと思いますので、工夫してやられてみてください。以上になります。ありがとうございました。